障害カウントなし、勝敗はホールギブアップ KO のみの完全決着戦でございます。エディオンアリーナ大阪のリングの中央でこれから会議が行われるわけではありません。ただ数多くの椅子、そしてリングを取り囲む数多くの机、これから行われます時間無制限一本勝負、飯塚隆対マイバッハ谷口、まさに何でもありのこれからデスマッチが行われます。さすまたを手に長期防軍のメンバーを従え、エディオンアリーナ大阪、そのリングを見つめるマイバッハ谷口、レスリングの下地があります。しかしそのマスクをかぶってから戦い模様は一変しました。反則決着、それはなし、リングアウトもなし、あらゆる反則が認められる今日の大阪のリング。今マイバッハ谷口が新たなマスクを身につけて眼光鋭くリングに立ちました。リングの中のマイバッハ谷口がさすまたを離すことなく花道方向、いや、あるいはどこから入ってくるのかわからない神出鬼没の飯塚隆の入場を待ちます。あ、今会場のちょうどマイバッハ谷口の反対側のその背中の方向から今すでに椅子を手にしています飯塚隆です。エディオンアリーナ大阪の場内を練り歩きます。今日は戦いの舞台はリングの中だけではありません。場外カウントもなし、あらゆる反則が認められる、そして3カウントギブアップノックアウト、完全決着をつける今日の2人の時間無制限一本勝負。2人だけの戦いではありません。鈴木軍、そして長期防軍、グリーンのマットが舞台なのか、あるいは多くのファンで埋め尽くされたアリーナ内なのか、今日の戦いがどこで決着がつくのかさっぱり見当がつきません。さあ場内を分ける柵を強引にぶち破って今花道に入っていこうかという、今見当違いの相手に椅子を見つけ合っていきます飯塚隆です。さあ今その国にはアイアンフィンガーを携えて飯塚隆が今放送席の後ろの方向、逃げ惑う大阪のファン、そして今ちょうど飯塚が場内を一周してリングに入ってこようというところ、早くも剣豪が引っかかる。そう、あと今剣豪に一撃、コールも何もありません。さあリングの中に入ったさすまたを持っているマイバッハ、椅子を持っている飯塚、時間無制限一本勝負、今ゴングが鳴りました。さああらゆる反則が、認められてしまうこのデスマッチルールになります。傑作に繰り返していった飯塚です。さあゴングが鳴りました。そしてリングの4つの鉄柱のその足元には机が用意されています。あらゆるものが今日は2人の味方になり、あらゆるものがこの今椅子で首筋に一撃、こういった、あ、そしてマスクに手をかける、マスクに手をかけます。こういった行動に対しても今日はレフェリーが止めません。マスクが剥がされます。マイバッハ谷口のマスクが剥がされ、その素顔が晒されてしまうのか。紐は結ばれていますが目のあたりから指を入れた、新たなマスクに手をかけました飯塚隆。さあ休む間を与えず椅子、完璧にペースを握っています。まさにお手の物、汗一つかかずにマイバッハ谷口のマスクを剥ぎ、そして戦闘不能状態にしました。さあそしてリングの中、飯塚がさらに椅子を手にしています。椅子はたくさんあります。さあ長期防軍のメンバーが心配そうにマイバッハを取り囲みますが、その後ろから来ます、あ、すでに大量の出血、
マイバッハ谷内の額からおびただしい出血です。今そのやられる防戦一方のマイバッハを剣豪が心配に見つめますが、もうすでにその顔面、顔はほぼ見えている状態の中、その額の傷口が深く広がっています。そして休む間を与えず、何か口にフォークでしょうか、飯塚がフォークを今加えています。かつてはあのアブドラ・ザ・ブッチャーを使ったそのフォーク攻撃、額に突き刺します。額に突き刺す。そして今スイングのエルベス・ベラード、そして高道の子も声で加勢します。ご覧のマイバッハ・タニュージャー突き刺す。マイバッハの悲鳴が響きます。時間無制限、一本勝利、あらゆる反則が認められてしまうこのルール、レフェリーは止めません。レフェリーはこの反則攻撃を見ていても止めることのないルールです。凄惨な試合になりました。さあそしてマスクの後ろからさらに脳天に、額や額にまたさらにザクザクと突き刺します。飯塚です。さらにその飯塚がマイバッハの流血、血を見て興奮状態に陥っています。その攻撃が止まりません。飯塚は返り血を浴びています。攻撃の手を一切緩めない。そして剣豪も心配そうに見つめますが、なすすべありません。もうすでにグリーンのマットがマイバッハの赤い血でどす黒く塗られました。さあカバーに行きます。ロープが近いところですが、自力で肩を上げました。近いところからは北宮、そして大原も声をかけますが、もう放送席からもそのマイバッハの額からその髪を伝って血がポタポタと落ちるのが分かります。おびただしい出血になりました。さあそしてニュート、ああさらに突き刺す。まさにお手の物の攻撃の飯塚です。涼しい表情で、さあ今この白いニュートラルコーナーを背にしています。そのニュートラルコーナー、セカンドロープのあたりが真っ赤です。さらにストンピングを加えていきます。もうセコンドの介入が必要ないくらいの飯塚の一方的な攻撃。さらに突き刺す。大阪のファンが静まり返ります。赤い血の海となっています。マイバッハ谷口の額、うつろになりました。川に来ました。自力で肩を上げる力はまだかろうじて残ってはいますが、何しろ時間の無制限、反則し放題。マイバッハ谷口は反撃の糸口をつかむことができるでしょうか。5日前の後楽園のシックスメンタックでは、この飯塚がマイバッハから取りました。連勝となるんでしょうか。さあさらに、お、さらに自ら場外に行って、今度は机、机を、真っ白な机をリングの中に入れます。さあその机の存在をマイバッハも気づいているはずですが、その机テーブルを立てかけて、いやもうすでにその白い長いテーブルにマイバッハの血が、ご覧のようにまさに血塗られたテーブルになりました。あとここはなんとか逃げましたが、フォークが刺さりました。さあ反撃のマイバッハ、今まず身近にあった椅子を手にしました。振り抜くか打ち抜くか、頭に一撃。もうその素顔が丸出しの状態ではありますが、マイバッハ谷口、そして今鈴木軍のメンバーがこの飯塚の周りを囲んでいますが、もうマスクは完全に剥がれました。谷口周平の顔がもうむき出しになっていますが、マイバッハ谷口として飯塚隆をこの時間無制限一本勝負、反撃で沈めるでしょうか。あ、そして飯塚も流血でしょうか、あるいはマイバッハの帰りしか。場外戦に途中に打ち付けます。ご覧の出血状態のマイバッハ谷内です。その
流血に自らの出血に舞葉派の興奮状態、凄惨な試合になりました。もう飯塚が自ら出血しているのかどうかも分からないくらい舞葉派の流血がこの飯塚の額のあたりにも下さに落ちています。今舞葉派の流血が飯塚の目にまさに目薬状態で目に、今この額にもこの血が飯塚の流血なのか全くわからないくらいの出血状態です。舞葉派谷内。さあ放送席の前、おそらく飯塚も自ら出血しています。放送席の前、さあリングの中に舞葉派が戻します。リングの中で決着をつける、最終的にはこの時間無制限一本勝負スリーカウントギブアップノックアウトになりますが、ここまでの過程、そこに至るまでの過程は何をしても OK、 レフェリーは止めないというルールです。場外カウントも反則裁定もありません。さあ首を締め上げます。首を締め上げること、これもレフェリーは目の前で見ていても止めません。噛みつきます。舞葉派が噛みつく、そして噛みつくと同時にまさに滝のようにこの舞葉派の額から出血止まりません。まだその出血の勢いが舞葉派の額から止まりません。このノアのグリーンのマット、そのグリーンのマットの上に飛び散った赤い血の面積が随分と増えてきました。あ、首を締める、いや首を締め合う、飯塚もおびただしい出血です。椅子を手にする両者打ち合うか、汗ではありません、血が飛び散ります。テーブルを手にして、うわっとこれは背中から一撃、この一撃で上も剥げました。そして舞葉派も這うように今助けを求めるところ、今その近くにはさすまたがある。今セコンドがこのさすまたをリングの中に入れました。一方の飯塚はアイアンフィンガーを手にする、今右手に装着完了、アイアンフィンガーフロムヘル、そしてさすまたで捉えました。あっとさすまたでラリアット。さあ舞葉派プレスか、いや場外だ、さらにテーブルをリングの中に入れそうです。これはひょっとするとその場外に置いたテーブルの上に、今長期防軍3人加勢しまして固定しました。どうやら狙いは場外に向けられています。エプロンサイドブレンバスターの体勢、まさか場外に飯塚を投げ切るか、かかないだ、おっと切り返してエプロンサイドの攻防、ボールの打ち合い、場外に沈むのはどちらだ、物事を掴んだのは今テーブルに落とした、後頭部強打、背中ではありません、後頭部から落ちました飯塚。背中から落ちて、ダメージを大きくてもその机が真っ二つというシーンは何度か見たことはありますが、後頭部の衝撃で机が割れました。さあそしてリングの中にはまだ椅子が数多く残り、うつ伏せ状態の飯塚、またさらに舞葉派がにやりと笑った、できないね、今椅子を手にしています。先ほど食らった椅子攻撃をお返しの一撃、場外で沸く長期防軍タワーに行った舞葉派、肩を上げました。さあ場外のあの喉輪からの流れを掴んだ舞葉派がどうやらテーブルは全て使いそうだ。今3つ目のテーブルを使う、今度はリングの中に固定するでしょうか、今近いところに置いた、さあ足元の椅子をどけてテーブルを固定、そしてもはや虫の息の飯塚を
このテーブルに打ち付けるのか、あるいは固定するのか。さあ強引に飯塚を今このマットの上に置いたテーブルの上に固定、さらにエプロンサイド駆け上がり、ニュートラルコーナートップからマイバッハプレス、大阪の夜に待った、テーブル真っ二つ。さあ完璧なカバー、マイバッハ大優先の勝利。死に狂った男同士の戦いはマイバッハ谷内がありとあらゆるものを使い、最後はマイバッハプレスで勝ちました。白いテーブルがリングの上から今取り除かれまして、勝負が決まったリングの中、立っていたのはマイバッハ谷口。今勝ち名乗りを受けます。ただリングの中に残っている白いテーブル、そして緑のマットの上の自らのドス黒い血、おびただしい出血の中、マスクはもう全て剥がされた状態ではありましたが、マイバッハ谷口が勝利を収めています。11分53秒、マイバッハプレスオンザテーブルという今公式発表がありました。全ての表記を使い、今最後はテーブルを使った上でのマイバッハプレス、誇らしげに札束を手に、長期防軍のメンバーと